いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。私が施工した配管に閉鎖型スプリンクラーヘッドを接続しています。今からこの閉鎖型スプリンクラーヘッドに熱を与えてですね、開放させていきます。今ですね、こちらが閉鎖している状態で、今から熱湯の中に入れるとですね、閉鎖されていたヘッドが解放されますのでご確認ください。そしたらですね、熱湯の中入れていきます。はい、ヘッド解放。これはですね、閉鎖型スプリンクラーヘッドの、解放状態になります。